キシユ平タ、ヒラ神宮寺優太未来の舞台で描かれる感動の物語。キシユ平タ、ヒラ神宮寺優太との未来に照らされるトベートベイリュクエに関する興味津々な展開が8月7日に嵐の二宮和也40が司会を務める冠番組二の三の2時間スペシャル二の三と遊ぼう日本テレビ系で明らかになりましたた。 この注目の一大イベントはエンターテインメント業界に風穴を開ける可能性を秘めていることを示唆しています。華やかなテレビ画面の向こうに広がる基地の軌道から一歩踏み出す可能性。この特別な番組は二ノさのレギュラーである政治ゾーンへの菊池風魔28と 特別ゲストで元ー n g o p s の岸優太二十27の対話を通じてエンターテインメント業界の新たな未来を描き出す魅力的なものとなりました。岸優太、平野志ラ神宮寺優太。この3人の名前は今年5月22日に一大転機を迎え、キンプリを脱退。同時にジャニーズ事務所からも退場したことでファンたちの心を揺さぶりました。 そして7月7日、彼らは滝沢秀明氏41が家事を取るエンターテインメント会社、とべへの合流を発表。彼らの未来に注目が集まる中、8月7日の二の三、特番がその舞台裏に照明を当てる一つの鍵となりました。この特別番組で、岸優太は進路に関する問いかけに対し、その迷いと希望をセキララに取ろ 彼が口にした言葉は未来の可能性と挑戦への意志が交差する場面となりました。また、岸優太とのトークには二宮和也40の質問が交錯し、その緊張感漂う空気が視聴者の胸を引き寄せました。正直やりたいことめちゃくちゃあるんですけど今まだ決めきれていない状態がありますね、と岸優太は語りました。 これはただの一つの答えではなく、未知の可能性を切り開くための冒険への第一歩。岸優太の胸の内に秘められた情熱が、画面越しに読者たちの心を打つのです。また、岸優太がこの舞台で述べた言葉は、その後に続く展開を予感させるものでもありました。それは、まだ決まってないという岸優太の言葉が、後にどのような結末へとつながっていくのか。 という興味津々な疑問を引き起こしました。さらに番組内では、岸優太という一人のアーティストが自身の未来に向けて描くビジョンと周囲からの期待との間で葛藤する姿が描かれました。これはファンである読者たちにとって、岸優太という人物の人間的な側面に触れ、彼の成長と変化に寄り添う喜びを味わう機会となったことでしょう。 岸優太の言葉とその表情の奥に秘められた複雑な思いが視聴者の心に響いた瞬間。それは単なるエンターテインメントの一条面を越えて人生の岐路に立つ者たちに共感をもたらし、彼らの人生を輝かせるためのヒントをつかむ手助けとなることでしょう。岸優太、平野史洋、神宮寺優太の未来。その明暗が交錯し、新たな扉が開かれる舞台。 これは決して一逸のエピソードに過ぎません。彼らの未来は瞬く間にファンたちの心を捉え、広がりを見せています。飛べ入りの可能性は、騎士ユータの未来において魅力的な転機として浮上しています。彼の地なるステップがどのように描かれるのか、その答えはまだ見えませんが、その興味深い探求が私たち読者たちの心を捉えて話しません。 岸優太、平野志洋、神宮寺優太。彼らの未来が今、始まろうとしています。彼らの挑戦と成長の奇跡に、どうぞご期待ください。